よくですね、願望実現においては思考が現実化するということを言います。思考は現実化する、考えたことが考えたように現実化していく、まあ、よく言われることなんですけれども、これには実はもう一つね、ポイントっていうのがあるというふうに思ってですね、確かに思考は現実化するんですよ。それも一瞬で。思考っていうのは思考として現実化しているわけです。僕が思ったことはですね、思ったこととしてこの現実世界の中で実現しているわけです。僕はパンダと思ったらですね、パンダがここにもう一瞬でパンダって思った瞬間に思ったこととして現実化しているんです。でもそういうと、まあそうかもしれないけど、確かにマッキーの頭の中にはパンダが現れてるのかもしれないけど、目の前の現実の中には現れていないじゃないかっていうことなんですね。確かに思考としては思ってることとしては実現してるかもしれないけれども、目の前にパンダが欲しいんだよっていうふうに考えた時に、じゃあその時には現実世界の中で思うことが必要ですよね。現実世界の中で思考に当たることをしなくてはいけませんよねっていうふうになるんです。じゃあそれは何かっていうと、こうやって手を伸ばしてですね、持ってくるっていう行動なんです。現実世界の中で思うに当たる部分っていうのは、そういう表現っていうのは行動になるわけなんですね。まあこれ偽物というかクッションなんで、パンダちゃんの。なので僕は実際にパンダを見たいと思ったらですね、近くでパンダ見えるところ、多分ですね、ベルリン動物園の方にはパンダさんがいると思うんで、そのパンダちゃん見たいなと思ったらですね、ベルリン動物園の方に行かなくてはいけないわけなんですね。だからここで行くっていう行動を起こします。じゃあその行動のためには何が必要かっていうと、実は何もいらないんです。一瞬で時間、お金、エネルギー、そういったものはいらないんですよ。ほぼ一瞬でパッと僕は立ち上がった瞬間にその行動は始まっているわけです。だから行動のためのいろいろな条件付けっていうのは実は必要ないんですけれども、なぜか、まあ普通のことなんですけど、当然のことなんですけど、なぜか僕たちはその先に起きることをあらかじめいろいろ考えて、ぐる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 考えてですね、不安になったり、まあさすがにここにベルリン動物園に行くことぐらいで悩んだりとかはしないと思うんですけど、でも、いろいろ考えれば可能性はありますよね。例えばもしかしたら今日は休みなんじゃないかとかで、今日はさすがにやってると思うんですけど、でもやっていていたとしてもですね、パンダちゃんはいない可能性はありますよね。パンダちゃんがちょっとなんかここに具合が悪くなって、今日は、病院の方に行ってますとか、なんかよくわかんないですけど、そういうなんかいろんな可能性があるわけじゃないですか。で、まあパンダちゃんいたとしてもですね、僕が行けない可能性だってあるわけなんですよ。まあこっからだとちょっと歩いていくと大変なんで、電車に乗ろうとする。そうすると電車がなんか止まってたりだとか、そこが道が封鎖されてたりだとか、まあ、それでも頑張って1時間2時間歩くとですね、もしかしたら歩いていけるかもしれないんですけど、そこまではちょっと大変だなとか、明日の仕事に差し支えるかなとかっていろいろ考え始めると、そこにどん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 ラグが生まれていくわけなんですね。その距離が生まれていくわけ。でも本質的に僕がそれを実現させるための行動っていうのは、行動を起こすための必要なものっていうのは一瞬でできるんです。ここにパッと立ち上がった瞬間にそれが本質的には実現されているっていうことなんですね。いや実現してないですよ、実現するためには時間とエネルギーが必要なんですよっていうふうに考える人は何をしているかっていうと、その行動の実現に意識を向けているんではなくて、結果その行った先でちゃんとパンダちゃんが会えるっていう仮想の未来、自分が仮に設定している、別にそのね、パンダちゃんがどうこうじゃなくて、もう自分の中だけで頭の中だけで仮に設定している、このこうするとこにふわふわって思ってるような感じですかね、ここにふわふわふわってなっている仮のパンダちゃんのことについて、いろいろなその仮のゴール
を設定して、それに対していろんな条件付けをしている間だけそれが実現していないって思うだけであって、行動自体は、だって行動したらもう行動は実現してるわけじゃないですか。僕はここでよしベルリン動物園に行こうと思って立ち上がった瞬間にもうそれは行動として実現していますよ。まあもちろんその行動がずっと続く、しばらくは続くわけですけどね、ベルリン動物園に行くまでだったら。ですけども、その行動を実現するためには何の準備も、条件も道具も必要ないですよっていうことなんです。でもなぜか僕たちはそこにアファメーションが必要なんですとか、やっぱりマントラを唱えた方がいいですかねとか、僕の心の中のブロックが僕の邪魔をしてるんで、なのでそれをここに誰かにセッションを受けて解放してもらった方がいいですかねっていうふうに、結局自分でその軸を自分のところにパッとここに取り戻すっていう感覚ではなくて、いろんなものに明け渡してしまうわけですね。いやいや、まあよくあるのはここにお金ないんでとか必殺技としてよくあるのは、まああとはいや時間がないんでっていうふうにやってですね、自分にはどうにもできないことっていうふうにしてしまうんですね。でもソウルオブマネーの、書いているですね、リン・ツイストが言ってるように、リンが言ってるようにですね、そういう考え方っていうのはテイクアポジションなんです。そうじゃなくてテイクアスタンド。これどういうことかというと、日本語で言うとどちらもテイクアポジションもテイクアスタンドもどちらもですね、立場を取るってことなんです。まあ、これちょっと本質的にはあり方の部分の話ともつながってくると思うんですけれども、立場を取るっていうのをどういうふうにやってるかってことなんです。いや、それは見た目としては同じふうに見えるかもしれないです。言葉として訳したらですね、どちらも立場を取るっていうことになるかもしれないです。でもポジションを、どこかにあるポジションを自分が取りに行くのと、ただ自分がその場で立ち上がるっていうのは全く意味が違うんですね。ただ自分がその場で立ち上がるっていうことをするっていうことが、これは非常に大事なコツなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますし、そういうつもりでいつも行動を起こしています。でそういうふうに思えばですね、実はその行動を起こすために何の準備もいらないっていうことが、軽やかに行動をスタートするための一つのヒントになるかなというふうにも思ってます。